どうも、ありがとうございます。高崎せよ。ありがとうございます。でーす。はい。負けー、うん、はい、来ました。サブロー共同店ということで。共同また来ました。共同です。ね、共同、強化月間入っておりますけども。うん、小田急線のね、共同駅。これ徒歩2分ということで、もしかしたら駅から一番近いサブロー、ジロー。サブロー、はい。サブローが何個かあることになるけど、共同に。当時はですね、マシマシサブローとしてオープンしたんですけども、うん、なんかいつの間にやら、メシマシサブロー。あー、なるほど。変化してたんですね。改名して。まあ、その分定食とかもいっぱいあるという。うん、ああ、なるほどね。ちょっと見ていきます。こちらですね。めちゃめちゃ。そうなんです。すげえな。ラーメンアロスつけそば。唐揚げ、スタミナ、生姜焼き、濃厚うま辛というのが定食でありまして。マジ定食じゃん。はい。で、この下の肉の部分の丼物なんかもいっぱいあったりする。スタ丼ぐらいメニューあるじゃん。いや、ありますね。スタ丼じゃないですか。スタ丼ではございません。ではないです、で、もちろん今回はラーメンの方を選んで、うん、味噌のね、エビ味噌玉というのを選んでおります。ちょっと2です。こちらなんです。まずは、こういった増し方にしていて、豚増しはね、2枚、レギュラーで2枚入ってますね。はい。で、桜エビ豪華に入ってるんですね。これ桜エビか。そうなんですよ。玉ねぎもね、入ってる。玉というのは玉ねぎのことですね。はい。で、コールが油、そして揚げ玉、野菜、これが増しにできるということでね。で、こちらの玉がですね、結構最近辛い揚げ玉流行ってますけども、うん、辛くない揚げ玉入ってんですね。うどん丼、天かすみたいな。天かすのやつが入ってます。というわけで、マシマシにさせていただきました。まずは、ね、すぐ目に入る豚ちゃん。ね、綺麗な巻き豚。脂身の部分プルプルで、中はややギュチギュチっとした、ハイブリッド豚です。2個感じられる。兼ね備えたという。納得していただけましたね。うんと。ね。アラブでは。いや、もう油ね。アラブだ。油です。まあ、顔にね、かぶんないように文字が。主張国だな。まあ、意識しなくてもね、食事の終盤まで楽しめるよう入ってるんで、ね。キュンです、うん、ということでね、いっちゃってますね。どんどん入れていきます。あ、湯気がすごい。さあ、来ました。ヤイサということで。もういいです。豚野菜。ヤイサなんて言葉はないから。水分量多いんでね、お湯染み込んですごく熱い野菜でございました、うん、ね、油やスープ絡みやすいんですね、すごくね、でちょっとずつかじってちょっとずつ野菜をこう食べていくというスタイルがあるサブローのおすすめかもしれないですね、うん、はい、結構たっぷり入ってますよ、たっぷり野菜入ってましたね。そしてその味噌です、こちらですね、うん、いやーこれが結構なライト味噌というか、結構すっきりと飲みやすい味噌汁なんですね。味噌スープ。味噌汁なんだ。味噌汁。味噌スープ。はい。まあ、エビを絡めていきますね。桜ね、これがやりたかった。はい。桜エビです。桜ビエ。はい。甲殻類の。うまみがね、味噌にね、こうギューッと入っていくんだね。香ばしいスープで美味しかったです。エビ味噌はね、美味しいですからね。すごく美味しかった。はい、で、この桜エビ自体もパリパリとね。うん、美味しい。そうだね、食感も楽しめて。そうなんですよ、この量が入ってるからこそ味わえる。麺を忘れてたな、もう。あ、麺です、はい。そうだそうだ、ここで予約麺です。そういや、そうだラーメンでした。ラーメンなんです、実は、プチ通常大盛りでございまして、他店だと200、300、250ということで、おそらく同じぐらいかなと。で、麺はやや方、コールしなくてもやや方でしたね。なんですが、それよりね、味噌の粘度がすごく絡んでね。あー、うまそう。うま味噌なんですね。いい味噌ラーメンとなっておりまして、ニンニクはセルフですね。実はなんと生姜もセルフなんですけども、まあ、個人的にはね、あまり入れないプラス掛け合わせみたいなかったの。不思議だな。ちょっと不思議でしたね。本当はあるらしいです。はい、で辛さ控えめニンニクなんで、うん、今回ちょっとエビ味噌が強くてですね、ニンニクで挽回できなかったんですよ。あ、そう、あ、そうなんだ。そうなんです、栄養だけ取ったってことか。まあそうだ、ニンニクのいいことだね。効能だけすごいもらったということで、そして揚げ玉、これがね、うん、中盤以降ですごいスープ吸っちゃってね、汁なしみたいになってくるんだよ。なるほどね。本当にマジで危険なドロドロ度でしたね。良かったです、これは。さあ、そしてどんどんいきます。卓上開始ですが、まずはお決まりのしょっぱレベルが 4.5 です。やったね。高めだね。でもね、そういや、慣れたら変だな、これ。慣れちゃったけど変だな。思い返すとめちゃめちゃ変よ、これ。
うん、まあ、あのてか今回味噌だから、うん、醤油系で大丈夫かなと思ったんですけど、うん、結構上手に味変できましたよ、はい、直のもそれ変だよな。いやまだ引っかかる。味変はいいんだけどね。忘れてたわ。いや返しか醤油か分かんない時があるからね。返しなんだっていうチェックも込みですね。振り返ってみると、あ、胡椒なんかも足してます。言い訳になんだけど。あ、ここですっきりとね、油量やっぱ多い、ね、あ、やっぱお酢で、挽回していくにはもってこいでしょうということでね。豚も残して、あ、豚も最後、え、あの酢豚ですね。あ、酢豚です。あ、間違いない。なんて言ってる間のごちそうさんでございました。はい、やってましたね。じゃあ、というわけでね、あの結構95はやってますが、ニンニクレベルが低いんで、総合88.46、うん、パパジロー、ジロー、シロか、パパシロー、あ、じゃあカメだな。あ、カメだ、シロだ。ほんとだ、パパシロー。というわけでね、はい、サブローさん行っちゃいましたが、うん、これで共同に残すところ、二郎系は行ってないところあと1個ということで。あ、でもまだあるんですね。まだなんですよ。すごいね。すごいでしょ。この際だからもう行っちゃいたいんだけど、うん、小田急線乗ると、止まったり止まんなかったりする駅なんで、皆さん気をつけてください。順特急とかいろいろある。快速、快速、違う、快速でも止まるときと止まんないときある、謎の。それ多分順特急とか違うやつじゃない。本当に快速特急は止まんないの絶対。快速なのに、あ、次この共同止まんないですって三角のときなの、なぜか。謎の駅なの共同って。ね、あ、これはもうあれだわ、農大生だったら今あるあるって言ってるわ、本当に。農大生コメントしてくれ、頼む。いや、多分小田急線のヘビーユーザーは多分絶対どっか記憶違いしてるわこいつって。マジで、あの真相をコメントしてください。ええ、ラーメンじゃなくて。一旦ごちそうさまでございました。ガチ、you